Thank you.
ちらへ。シャイニング前祭りやトマスであって全部で33基の蚊がございまして、その中でも特徴的な形を持つと言われるのはこのスネホコでございます。こちらのスネホコは江戸時代中期頃作られたもので、部材や寄贈品といったものは天保年間の頃に作られたと言われております。普段は向こうの蔵の方に保存されているのですが、毎年7月11日頃から3日かけて組み立てて、このような状態に持っていきます。こちら神宮皇后の神様を祀ったここでして、神宮皇后安産の神様と知られています。なぜ彼女が安産の神様と知られているのかエピソードがありまして、彼女は生前に戦争が始まってしまって、その際王子を妊娠しているにもかかわらず断層して出征して無事勝利を収め帰ってきて王子を出産されたというエピソードから安産の神様と知られております。ですね、このエピソードからこの船横には平和や子孫繁栄といった願いが込められています。ではこちらの鉾のちょっと見どころについて説明させていただきますね。こちら見えますでしょうか、大きな鳥が羽ばたこうとしています。こちら劇と言われる空中の鳥の鳥で空中を避ける鳥と言われております。こちら見えますね、大天井という天井に20種類の花が描かれているものなんです。皆さん体感券スケッターをお持ちでしょうか。こちらが体感券に絵が描かれていると思うんですが、その絵はこの20種類の中から毎年1つを選んで体感券の絵をしていまして、今年どれかお分かりでしょうか、梅と描かれていると思います。こちらですね、このちょっと橋の方にある、これと全く同じ絵が描かれています。毎年これは変わっていますね。ではこちら奥見えますでしょうか、大きなキラキラした竜があります。2種類あります。こちらはラベンダイスといいまして、湿地に貝殻を仕掛けたものでとてもキラキラプリズムがあってキラキラ光っているのか、下の方にもラベンダイスというちょっと難しい感じの絵です。こちらの下の方にもきれいなラベンダイスの竜がありますので、ぜひ後でご覧になってください。あと実際の方も一体にございますので後で見ていただけると。以上で見ていただいて解説でしたが終わらせていただきます。ありがとうございました。あとは写真撮影と50撮って大丈夫ですか。この上には何人ぐらいの人、40人ぐらい。あれお囃子は交代するんですか。今できない人にもあるから。ご神体の あ